そして？あ、違う違う。これか？あ、違う、これは弓だな。あれ？これで、これか？あ、違うって。これ。あれ？とりあえず、こんなところに来たから身動きが取れない状態なのか？よいしょ。まあ、岩ロックのところまで行こうか。もう一回。とりあえず、ほらほら。あ、溺れるって。加速はあんまりしすぎちゃダメだな。こっちじゃない。これ現在地やろ？さっきの。目的地はここで、まだだいぶ遠いけど。ね、まだだいぶ遠いんですけど。まあ、頑張っていくしか。頑張ろ。よいしょ。これ5、6回やったら多分もうね、体力が切れてしまうから。よし。あー、今のダッシュちょっと余計やったかもしれん。ね。あー、たどり着けるかな？微妙やね、これ。あの1回の加速がちょっと邪魔やった気がするよ。若干。あ、ギリギリいけるかもしれんけど。お願い持ってくれ。で、ちょっと上に着いたら、速攻で、岩ロック対策を。あ、やべえやべえやべえ。あ、つけないつけないわ、これ。へえ、落ちた。ダメだったのか、今の。あ、体力が。なんてことだよ。体力が割れないやけど、ちょっと待ってね。こっちか。それなら殺してくれよって感じなんですけど。ね。どんぐり、あ、どんぐり一応回復するんか。なるほど。まあ、この辺ので。回復、回復。剣装は回復はせんのやね。ふんふん。マックストリフはもったいないし。まあ、これぐらいでいこうか。あ、ここからさ、普通にこの、マグネキャッチじゃなくって、アイスメーカーで、ここに作って、あ、違う。ここに作って、で、そっちにこう。で、この辺りからさ、やり始めたら、持つんじゃない？ね、さっきギリギリダメやったってことは、こっからやったら多分、ギリギリいける。あ、うん、いけるいけるいける。なんかさっきより全然違うもん。余裕や余裕。これで一応、行って、上の岩ロックを。どうしよう、やっつけれるかな。やっつけれたらいいな。下には逃げちゃダメだね。下に逃げたらちょっと、上に上がっていくまでにすごい時間が。何？牛？え、これ上がれる？なんかやっぱり上がれない。あ、上がれた。とりあえず上がれた。牛。牛だよ、牛。牛がいた。岩ロックがちょっと動かないように。あ、落ちそう。え、何？牛消えたよ。え、牛消えたんですけど。どうやってどこに行けばいいんだ？あっち側に渡っていかんといかんのよね。よし、途中までパラセールで。あ、ここの下まで飛んでいけるかな？ここの下まで飛べたら。よし。そっから行けるか？あ、行けるかな？あ、なるほど。途中からでもこうやって、移っていけるんなら全然、もうちょっと上の方で移ればよかったの。ね、逆に。あ、行けそう、行けそう。あれ？多分。あー、よかった。岩ロックそのうち倒したいんやけどな。
どれぐらいかかるかな、倒すまでに。まだ結構かかりそう。あ、これ、あー、待って待って待って、あっぶね。あ、ここで体力回復できるやん。何しよん。ここのなんか根っこみたいなところで休めるわ。うんうん。なになに、あ、雨が降りよるけんってこと、なんてことだよ。じゃあもう一回。へい、雨止んでくれよ。そっか、さっきなんかさ、いや危ないから、いや危ないから。ここさ、こう歩いて登っていけんの。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あ、雨止んだ。あー、よかったよかった。ずっと雨降りよるかと思った。さっきまだギリギリ残っとったと思うのにさ、ゲージが。なんで落ちたんかなって思いよった。あ、何何、上がれないのそこ。え、何、え、風、もしや、もしや風に邪魔されて的な、そういうやつですか。待って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 、え、何、誰、え、何、何にやられたのよ。振り返ることもできなかったんですけど、竜、やめてよ、背後からとか。え、またこっから、なんてことだい。くっそー、よし。せっかく岩ロックからせっかく岩ロックから逃れたというのに、またこんなところからなの。信じられない。一休み一休み。んで、あ、この上の部分が上がれないんだよな。あれはやっぱり風のせいなのか、それともここの部分が上がれなくなってるとか、そういうことは別にないんか。あ、上がれるね。普通に上がれるね。やっぱさっきの天候のせいなのね。オッケーオッケー。さあ、ここまで来たよ。ん、人、人じゃねえあれ。うわー、なんだなんだなんだ、もう。あー、今夜なのね。あー、あっちのは牛か。やってやってやって、ちょっと待ってよ。君らをかまってる場合じゃなくってさ、ちょっと。なんだい、どこだい、まだそこに顔が。あ、くそ。くっつきやがった。待て待て。うわ、竜竜竜竜竜竜。ちょ、竜。ふう、あぶね。トゲボコ弓。あの竜は、やっぱあれっすか。うわー、怖っ。当たらんかった、全然。やっぱあの時の攻撃は竜ってことだね。あれ、いつの間にか牛が消えている。でもってさ、さっきそこの橋を渡っていっていた。なんかさ、渡っていきよったよね。馬車というか、馬車じゃないか。何かしら、台みたいなので。いける？今いけるか？フロリア橋か。コロリアって読みよった。お、なんかあの滝の向こう側に消えてったわ。さっき確実にさ、人が歩いてたんだけど。なんであの人たちは狙われないんだよ、竜に。なにこれ？あ、風車や。この風車あれなんかな？いつも思うんやけど。もうすぐ村の近くですよ、みたいな。あ、人だよね。ははは。よう、俺はホレッソン。馬もホレッソン。俺たちややこしいのさ。ホレッソンと一っ走り、ウォトリー村まで行ってくるぜ。はいよー。はぁ、行ってらっしゃい。ウォトリー村？走ってんのかと思ったらそうでもなかった。あの人かな？てかちょっと待って、目的地は向こうだから、私が行く場所もウォートリー村ってことかな。ん？ああ、竜だ、竜だ、竜だ。この風はあれなの？竜が近寄ってきましたよっていう証なの？ちょ、渡りきりたいんですけど。いける？ああ、怖いよ。うわ、すげえ風。なんだなんだ、おい。あ、待って、武器がない。武器がない。よし。え、
エポナに聞こえなかった？私口笛吹いたつもりなかったんだけど。吹いてたの？うお、怖え。ほら、この人なんかすげえ悠然とした感じで、橋を渡り終えたんだけど。私だけがなんかすげえ焦ってるよ。あれは？ああ、鹿か。あ、なんか生えてる、なんか。バナナ？じゃないね。あ、バナナや。剣バナナ。主にフィローネ地方の熱帯林に実るフルーツ。皮に包まれた果肉には筋力増強効果があるとされ、調理すると攻撃力が増す料理ができる。やったー、いっぱい取っちゃい。あの辺のって復活するんかな？復活せんかったら私超なんか取り、なに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 ？え、雷？雷？え、なに？大丈夫なの？うわ、びっくりした。やめてよ、びっくりさすの。参ったぜ。これさ、あの雷に撃たれて死ぬっていうパターンがちょっと見えてきたんだけど。私、たどり着けます？うえい！びっくりした。え、めっちゃびっくりするんやけど、ちょっと。あー。え、燃えたよ。ええー。脅かすなし。あー、なに？お前今弓を使いやがったな。まったく。骨は別にいらないからさ。使わないから。よし。ほらほら、燃えてる燃えてる。大変。うわぁ。これ当たったら大惨事やね。めっちゃ大変なところに来てしまった。あ、晴れてきた。あれ人？さっきとはまた別の人よね。ねえ、おじさん。大丈夫？そんなとこで立ち尽くして。なんか手振ってるけど、なかなかいい体してるね。剣術や夢の経験もありそうだ。よかったら我らがイーガ団に入らないか？あ、イーガ団これやん。一応聞いてみよう。な、知らないだと？いいだろう、教えてやる。イーガ団はな。強く、たくましい甲賀様率いる、憎き勇者を倒すための戦闘集団のことだ。それにしてもいいところであったね。リンクさん、え、お命頂戴する。知ってんじゃねえかよ。誰だ誰だ。何なの誰なの。あー、ええー、一発。そういう仮面をつけた集団なのね。こいつ倒さないと進めない的なあれじゃないの、ちょっと。盾の使い方とかちょっと忘れたから復習をしておこうか。R ボタンやったっけな。ちょっと待ってね。あ、違う違う。これ？あ、違う違う。あ、爆弾で戦うという手もあるな。ってことで、ちょっと爆弾もセットしておこう。そして、あ、違う違う。これか？あ、違う、これは弓だな。あれ？これで、これか？あ、違うって。これ。あれ？盾。あ、これか、盾。よしよし。L2 だね。これで、こう。これで、こう。ん？これで、こう。は。よし、頑張ろう。とりあえずちょっと通り過ぎてみようとしてみようかな。じゃあね、おじさん。え？まさかの避けられる戦い？いやー、ちょっとそれはどうなの。よし、戦いを挑んでみるよ。ん？なんかおじさん顔変わってない？気のせいかな。遠慮します。な、断るだと？まあ話を聞いてからでもいいだろ。言い方はな。ねえ、さっきと顔違うよ。なんか若くなった。若くなったって。やっぱこう、なに？危ない危ない。いや、あ、そっか、そういう時に狙えばよろしいということね。怖いよー、なにこいつ。くそ。うおう。私の背後に回るんじゃない。ああいう変な呪術を使おうとしてる時に、オッケー。首狩り刀、怖っ。そんなもので戦ってたの？イーガ団が使う片手剣、半月型の刃は人の首を取るための形状と言われ、
彼らの恐ろしさの象徴と言える。耐久性は低め。なるほど。でもまあ強いから。あ、ルピーいっぱい落ちてる。イエーイ。緑ルピー、1ルピー、緑色に輝くルピー、ちょっとだけ嬉しい。やったー。青ルピー、5ルピー、青く輝くルピー、そこそこ嬉しい。ふぅ。いや、嬉しいよ。やったねー。うんうん。ああいう感じだ。ああいう感じだよ。なんか変な呪術みたいなのを使おうとしよるときに、パパパッと近寄って倒すのがいい。いやー、盾役に立つね。当たり前やけど。うわ、びっくりした。このなんか変なチュチュたち。ちょっと待ってね。よし、リザルブーメラン。チュチュゼリー。チュチュゼリーは何の役に立つんやろうな。なんかよくわからんけど。ん？あれも人だな。でもあれは歩きよるけん多分敵ではない。敵は多分さっきみたいに立ち尽くしているはずっていう勝手な。今日の気分は、あ、女の人。恋愛成就の名所か。あ、一人ごと聞かれたし。南の方にあるっていう、ラブポンドのことを思ってただけ。地図で形だけは見たことあるけど、本当にハート型でちょっとびっくりしたな。へえ、南の方にラブポンドっていうところがある。今度行ってみよう。ねえ、そういうの見ておきたいよね、ちゃんと。あれは何やろ。なんかあるよね。え？助けてくれ、ボコブリン。ちょいちょいいろんなところで人を狙ってるなぁ。はい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 。え？待って待って、何気にやられそうだった。体力体力、危ねえ。ハイラルだっけ。ふぅ、体力をちゃんと見ていなかったよ。危ねえなぁ。まぁ、こんなもんかな。どんぐり。よし。さあさあ。トゲボココンボも拾っとこうっと。さあ、誰だかわかんないけど、無事かい？ん？あそこか。大丈夫、お兄さん。助かったさ。俺はこの先にあるウオトリー村から飛び出してきたんさ。そこではみんな漁をしていて生計を立てているんだけど、俺は、泳げないんさ。漁ができない俺は、瓦礫を漁ってでも生きていくしかないんさ。いや、厳しい世の中ね。それをしてたら、奥ぶりに襲われたと。大変だな。こことかなんかあるんじゃない？調べる。お、火打ち石ゲットほら、ちゃんと瓦礫漁れよ。私、火打ち石ゲットしちゃったよ。まあ、とりあえず、魚鳥。その魚鳥村がやっぱり目的地ってことよね。あれ、普通に人間が生活しよんか。ゾーラ族が生活しよんかと思ったんやけど違うの。うわ。待って。これも盾で買わせるとかそういうことはないのか。ああ、去っていった。ちょっとね、ビーフを手に入れようかなと思ってたんだけど、ん？これはさっきとは違う人？同じかな。あ、違う。いや、フォレッソン、同じだわ。あれ、魚鳥村には行かないの？魚鳥村に寮があるじゃない。寮があるって言ったよね。もう終わったんかな、寮。早いね。え、もうついて帰ってくるの？もしや。私、それまでにいろんな冒険ありましたけど。ん？なんかあの、ボコブリンの集落かなんかかな？目的地こっちの方やもんね。あれじゃない？あれでも地図上ではまだ結構、あ、え、これボコブリンの集落じゃね？ボコブリンの集落も進化するなぁ。何あれ？なんか下の方に大量に何かない？そう、大量にいるよ、なんか。何？君らはどこまで来るの？お、まあ、あー、やべ。なんか黒いのいた、黒いの。ちょっと待ってね。なんか撃たれる寸前みたいだけど。撃たれる寸前みたいだけど、ちょっと待ってね。どれを食おうかな。なんかあんまりケチケチしすぎてもさ、あれよね。獣肉とか食っといちゃえ。食っといたところで多分その辺にいっぱいいるだろ。よし。そう。じゃあ次は、トゲボココンボかな。よし。
なんかこいつ超強そう。ああ、やっぱ強いですよね。うんだと思いました。あ、超落ちる、超落ちる、超落ちる。滑る。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。